ランジャマチ、ランジャマチ、ランジャマチは、東大寺正倉院に収蔵されている項木、天下第一の名号と歌われる。正倉院宝物目録での名は、王塾項で、ランジャマチという名は、その文字の中に東、大、寺の名を隠した画商である。その項は、古めき静かと言われる。紅人項と並び、権力者にとって重宝された。 宝物番号は中倉135。長さ 156.0cm。最大径 42.5cm。重量 11.6kg で、不整形な木材。内部はほぼ空洞となっている。空洞になっている部分について1955年の小僧院薬物には、朽ちてうつろになったと記されるが、数度の調査を行った薬師学者の米田外店は、 燃焼時に予期せぬ香りを発しないように余分な部分を切除することは現在も普通に行われていることで後期成分が沈着しない部分を積極的に切除したためとしている。米田外天は人長下下人口樹属の植物の樹幹に樹脂や精油が沈積した人口の一種で産地としてラオス中部からベトナムにかけてのインドシナ半島東部の山岳地帯と推定している。 米田が外転は、現在でも、そのままでも、人口特有の香りがするとし、焦燥院事務所長であった、米田祐介は、顔を近づけるとわずかではあるが方向を放っていると、している。ランジャ町が焦燥院に収められた経緯については、諸説あるが特定できていない。ランジャ町に込められた東、大寺ランジャ町という通称の由来について、室町時代後期の公家、 三条西サネの日記、サネタカ後期には、東大寺別当の君へが手元にあった、蘭社町を、御土帝天皇に献上した際の逸話として、この人口は、聖武天皇のもので、東大寺と申すべきだが、焚物であるため縁起が悪いので、東大寺という文字を込めて蘭社町と称すると、記している。この通称をつけた人物について、堀池春宝は、 足利義政としたが、本間洋子による、サネタ加工期の検討によりこの説は否定されており、命名者は不明である。ランジャ町の初見について、本間は、常時6年の、診察往来に記される名号のリストが、最も早いと指摘している。また、大塾港の初見は、研究4年の、東大寺直風造会見目録とされるが、記される寸法から、 当該の公木は前線公とする説もある。乱者町の伝来について記される資料はない。和田軍一は、検索院の総蔵に収蔵されていた宝物が倉の老朽化に伴い永久4年に直風層に移された記録を根拠として、この時に乱者町が焦燥院に収められたとする。また堀池春宝は、延暦十四年に、沢原親王の五霊鎮後において用いられた名号を、 ランジャマと推定した上で、同年7月に、党から記帳した、藤原くずのマロが白菜したものとする。ただしいずれの説も、推測の範疇を出ない。米田が移転は1997年の調査で38箇所の、節効跡があるとした上で、繰り返し切り取られた跡も見られることから50回くらい、切り取られたとしている。これまで、足利義満、足利義則、足利義政。 時より竹、織田信長、明治天皇らが切り取っている。現在、三箇所の切り口に、足利義政廃玉者の,の書、織田信長廃玉者の,の書、明治十年移植、説のの付箋が付けられているが、いずれも、明治期のものであり、明治以前の切り口については不明である。徳川家康も切り取ったという説があったが、慶長七年六月十日、東大寺に、 武行の本田正澄と大久保長安を派遣して、焦燥院宝庫の調査を実施し、男女町の現物の確認こそしたものの、切り取ると不幸があるという言い伝えに基づき切り取りは行わなかった。同8年2月25日、宝庫は開封して修理が行われている。満載事号日記によれば、影響元年9月24日に、足利義則は東大寺を訪れて、 受戒を受け、その後に、同時日出で宝物を見た上で、五石三個と共に、地に切れ、同じくこれを召されると記す。さらに続けて、取得の時も、これのご得か。何様先期に任され終わりぬと記されているが、これは、足利義満が、取得二年八月三十日に、東大寺で受戒した宝物を拝見したとする、取得二年期の記述に対応するものとされ、義満が、 王熟校を切り取った先例に、吉則も習ったと考えられている。影、鈴木日録によれば、干賞6年9月24日に、足利義政が、東大寺にて受解し、西室にて宝物を拝見したとある。さらに、東大寺山荘開封管例には、室町殿、当時にて宝物を、ご覧、ごこを召し上げられると記されており、吉光、 吉典の先例に習っていたことがわかる。この際の詳細として、一寸角を二個切り出して一つを御土御角天皇に献上し、もう一つを吉政が受け取る。また五分角を一個切り出し東大寺別党の君へに献じたと記されている。天正二年節後期によれば、天正二年三月二十三日に、織田信長は、花は直政と、 つつい慶を使者に出し、蘭者町拝見の希望を伝えた。東大寺は、足利家以外に、焦燥院宝庫の開封令がないとしつつも、信長の代理修造などに配慮して直視によって封が、解かれれば聞き入れると返答。直居を得た信長は、多門山城に入り、直視が到着を待つ。3月28日に、焦燥院中倉から、王塾港が城に運ばれ、 東大寺僧三人の立ち会いの下、大仏師とんが持参したのこぎりで一寸角二項を切り取る。信長は、一つは、大木町天皇に献上し、もう一つは、我らが、廃領と述べた。信長による、節公は、横暴なイメージで語られることが多いが、米田雄介や渡国一は、上記の記述より、好意的な評価をしている。明治天皇期には、 明治十年二月九日に奈良行校の際に焦燥院法物をご覧の後内務省博物館局長の町田久成に命じて長さ二寸重さ八点九グラムを切り取り東大寺東南院で分校し訓練方奮として安宮に満ちたと記録されている。なお、これとは別に明治五年に荷長のり種と町田久成が焦燥院法物を調査した時の記録 奈良の道筋によると、大熟公一名、乱者町、少々コーヒ火に入れたところ、好気軽く清らかにして、誠に、かすかな香りありと記している。ありがとうございます。